にとても必要なドラマだと思いました。この動画はパート2、第6話から最終回までの名言集と感想を少しお話しします。ドラマを見た人も見ていない人も何か考えるきっかけになったら嬉しいです。道端に自転車を止めようとしていた人に、すいませんが、ここに自転車を止めないでいただけると助かります。ここは点字ブロックなので駐車違反になります。障害物が上にあると視覚障害者の方が転んで怪我をしてしまう。ここで桜が怒ったその人に突き飛ばされてしまいました。会社で女子社員だけが参加する女性活躍推進セミナーの打ち合わせにて、どうして女性社員だけが集まってセミナーをやらなくてはいけないんでしょうか。それより目の前の仕事に専念した方がいいのではないかと思いました。ここですみれさんが、ゼネコン社会での女性の立場はまだまだ低いから会社に意識改革してもらわないといけないでしょと言いました。そしてさくら、だったら男性社員にも参加してもらって、女子社員がもっと活躍できる場を設けてもらえるよう訴えた方がいいのではないかと思いますか。女性支援セミナーでは質問は一切受け付けないという講演者側からの要望について、そうおっしゃると質問に答えること自体が面倒だという印象になってしまいますが、それでもよろしいんでしょうか。椿さんもご自身の著書でこうおっしゃっています。何よりも大切なのは、辛い状況でも必死に負けまいと生きている女性たちの声に耳を傾けることだと。セミナー会場の下見に来ていた椿先生に、なぜそんなに照明にこだわるんでしょうか。椿さんはご自身の著書でもおっしゃっています。内面の美しささえあれば、どんなに明るい照明を当てるよりも女性は光り輝くはずだと。さくらが、自分の思い通りに生きんのってやっぱ難しいんだろうかと問うたのに対して、じいちゃんのファックス。女性支援セミナーの日、すみれさんの娘さん、つくしちゃんを会社に連れてきたさくら。さくらはつくしちゃんにこう話したそうです。お母さんが仕事で謝ってばかりのように見えたかもしれないけど、あれは会社のために自分を殺しているからだと言いました。お母さんは常日頃から会社にいる全ての人のことを考え、守ろうとする。私なんかにはできない、すごい仕事をしているんだと言いました。お母さんと一緒にいたいのなら、自分に嘘をついちゃダメです。その後、すみれさんに、別にいい母親である必要はないんじゃないでしょうか。子供にとってお母さんはそばにいてくれるだけでいいんです。にっこり微笑んでくれるだけでいいんです。優しく手をつないでくれるだけでいいんです。セミナーの後、さくらではなくすみれさんが、先生は本の宣伝のためにこのセミナーにいらしたんですか？これじゃ結局、会社が女性の活躍を応援していると内外にアピールするのに付き合わされただけじゃないですか、私たちは。社長がその先生を呼んだのだって、彼女が女性活躍を推進する優良企業の認定委員会のメンバーだから、持ち上げておけばいずれうちの会社にもお墨付きをもらえると期待したからじゃないですか。もしそうなら、毎日時間外勤務を懸命にこなしながら、会社が働く環境を改善してくれるんじゃないかと期待して集まった女子社員に失礼だと思わないんですか。傘を水平に横に持って歩いている人に対して、すいませんが、傘を横に持って歩かないでいただけると助かります。後ろにお子さんがいて非常に危険なので。さくらがじいちゃんに、私は大人になれんだろうかと問うと、じいちゃんが、ふるさとの島に橋を架ける夢が崩れ落ち、大好きなじいちゃんも死んでしまい、抜け殻になったように東京の部屋に戻ってきたさくらが、じいちゃんからの最後のファックスを見つけました。9ヶ月の眠りからやっと目覚めたさくら。先ほど私のために急いで来てくれたのは嬉しいんですが、病院の廊下は走らない方がいいと思いました。さくらのバイト先のコンビニでいかがわしい内容の話を携帯で店内で話していた人に対し、すいませんが、大きい声で電話するのはやめていただけますか。他にもお客さんがいらっしゃいますので、あまり小さなお子さんに聞かせられない内容でしたので。その男性は他の客に、あんた迷惑してる？と聞くと、怖がった様子でその客は、別に、と言いました。その後、この怒った男性客が土下座して謝れと店長に強要した。
その土下座して謝っている様子をスマホで SNS にアップしようとする男性を止めるさくら。もちろんドラマの中での話ですが、実際に似たような事件や問題をこの1年テレビやニュースで目にすると思います。その男性客には何があってそのような態度を取れる人になったのでしょうか。さくらが、私みたいに忖度できない人間は東京には合わなかったんですと言い、田舎の新潟に帰ろうとしました。さくらの言うように、さくらが間違ってて東京が正しかったのでしょうか。東京の大多数に属することのできない人間には弾かれる人生しかないのでしょうか。副社長になった黒川さんが現社長についてさくらに言ったセリフ、どうしてゴルフをしている暇があったら会議に出ないんでしょうって思わなかったか。この会社には無駄が多すぎる。例えばこのエレベーターは重役専用だ。そんなものわざわざ作らずに全社員が乗れるようにした方がいいと思わないか。無駄な会議も残業も多すぎる。無駄な人間も多すぎる。クライアントの顔色を伺って OK が出れば一丁上がり。上司の言うことははいはい聞いて、下のやつは必要以上に叩き、同僚は表向きは仲良くしているが裏では鍵口を叩く。組織というのは問題のあるものが好きじゃないんだ。前例のないものや発想の違うものを否定し拒絶しようとする。その時に必要なのはそういうやつらを黙らせる力だ。お前がお前でいようとするなら力を持つしかないんだ、さくら。ちなみに重役専用のハイヤーはどう思う？さくら、無駄だと思いました。黒川、いいね、その調子だ。社長になった黒川に、私の力は仲間です。優秀な仲間さえいれば素晴らしい仕事ができます。どんなに辛くても自分は決して一人じゃないと勇気が出ます。それが私の力です。私は自分を見失ってたんだて。社長に力を持てと言われたっけ。楽な道を行こうとしてたんだわんね。これからはどんなに辛くても踏ん張って困難な道を行きます。ここにいる同期たちに負けないような仲間をどんどん作ればきっと乗り越えられるから。地位や権力、お金を得た人がどんどん欲に溺れ、歪んだ手を使ってでもさらに上の地位や権力、お金が欲しくなる。それらを得た人たちは権力や財産を見せびらかし、周りの人たちを自分に好都合になるように操ったりする。それを見た人たちも自分もああなりたいと真偽にもとる、道義に反するかはよそに置いて、上にいる人たちをなぞって同じような行動を取り始める。そういう人たちは声も行動も大きいので、その人たちの意見が社会では正しいように聞こえてしまう。その流れが偏った社会の強弱や人々の世界観を作り上げてしまったのかもしれません。マインドフルネスを勉強しているときに、9歳までに世界中の人がマインドフルネスを学べば世界から犯罪がなくなるというのを本で読みました。心の勉強というのを学校教育の中で必須科目として取り入れてほしいと強く願います。私はお金や経済のことは全く分かりませんが、この心の勉強に加え、お金の正しい知識も学校教育の中で教えるべきだという声をよく耳にします。そしてそういう話のたんびに、国中のみんなが知識を持ちすぎると、今お金を持て余しのうのうと暮らしている上のくらいの人たちが自分たちが追いやられると困るからでしょという一言で話が終わる。こんな時代でもこの同期のさくらやドクター X、スカットジャパンなどという番組の視聴率がいいのは、自分も本当は言えたらいいけど怖くて言えないことたちをテレビの中の人が代わりに言ってくれて、悪者とされる人たちをギャフンと言わせているから、見てて気持ちがいいからではないだろうか。自分の身を危険にさらすようなリスクを負うことはありませんが、自分が周りに手本、見本を示すことはできます。他人を変えることはできません。しかし、あなたがロールモデルになり、周りに明らかにでも、ささやかにでもいい影響を与えることは可能です。気づいた今が一番大きく動けるチャンスです。見返りを求める気持ちからでは何も生まれないし、始まらないでしょう。自分の心が気持ちいい場所にあるために、今あなたができることは何がありますか？